モン TV のタカでございます。はい、今回なんですけども、久しぶりにねテイクアウトをしたいと思ってまして、もうテイクアウトするお店事前に決めました。テイクアウトするお店がこちらの大和宝市にあるデンゴロさんです。まあお肉食べたいっていうのもあったんですけども、以前ね友達がこちらでアルバイトをしてたっていう、まあだいぶ前なんですけどね、アルバイトしてたってこともあるので、まあ、そういう縁があるので、あの今回選ばせていただきました。ごめんなさい、ちょっと子供の声が入りました。それがダメ、あかんかん、それはダメ、それはダメはい、ではね、もうあの予約もしてますので、今からね大丈夫、ごめんよ。はい、あの予約もしてますので、今からね、お時間もないので、ちょっと買いに行きたいなと、買いに行きたいなと思います。電話で予約します。行きます、バイバイ、ごめんな。はい、ちょっとね、あの今からね、大和宝の方のお店、デンゴロさんの方に行きたいと思うんですけど、30分に受け取るって言ってて、あと20分しかなくてギリギリなんで、もうちょっとね、席早にね、行きたいと思います。では、時飛ばし。はい、てなわけでね、デンゴロさんの方に着きました。デンゴロさん、デンゴロさんです。和みダイニング、デンゴロさんです。大和高田のこのケンタッキーとか、まあ、あのこのあれですね、高田バイパスを降りてすぐケンタッキーの向かい側にある居酒屋さんですね。あ、夜は海鮮とか、まあ、お肉とかを楽しめる居酒屋さん、まあ、焼き鳥とかね楽しめる居酒屋さんで、でテイクアウトやってたので買いました。買ってきたね、ありがとう。今からも待ってるやつ。はい、ってなわけでね、買ってきました、テイクアウト。で、すごい親切なお店で、あの電話の時にね、いろんなメニューちょっと聞いてたんで、あの最後帰りしなね、このチラシをね、をいただくことできました。まあ、追っかけてきてくれて。ピザ。そうで、こちらが、あの安い、以前の、あの奈良テイクアウトさんに、インスタとかに書いてる情報からちょっと更新されてるらしいんですよ。で、すごいリーズナブルな価格で。で、今回買ったのが、これ、牛ロースステーキ丼。タレもついて、こちらが700円。何、左玉ねぎか、玉ねぎやな、極太の玉ねぎ704円。めっちゃでかい。唐揚げ弁当、唐揚げ弁当が547円、めっちゃ安いな。で、お魚とかも入ったりして、唐揚げだけじゃないっていうね。これ書いてないな、メニューに。 あったローストビーフ&サーモンサンドです。でこちら371円、すごいお得感がありますね、これ。すげえ。で、他にもまあローストビーフ丼とか焼き鳥弁当とか、ネギ塩牛タンとかね、もうサバ煮込み弁当とか、もういろいろあります。エビフライ定食とかね、エビフライ弁当とか、もう串揚げとか、これ家で揚げないといけないらしいんですけどね、そういうのがあったり、もつ鍋1人前からねテイクアウトできたりとか、すごいお得なお店かなと思います。では早速今から食べていきたいなと思います。タビコン TV。牛ロースステーキ弁当ね。いや、まずはお肉とご飯一緒に食べます。いただきます。柔らかっ、溶ける感じすごい、あの溶ける感じ。このお肉の質で704円って、ちょっとビビるわ、これめっちゃうまい。でタレの味もうまくて、肉肉しさもあるステーキと、炭の味、炭火で焼いてるんちゃうかぐらいの味もしっかりしてて、めっちゃ美味しいです、このステーキ。見てこれ、玉ねぎでかすぎ。でかー、めっちゃでかい、めっちゃ重いもん。いただきます、玉ねぎ。うん、甘っ、甘くてシャキシャキでめっちゃうまい、これは幸せ。唐揚げ弁当もね、一つの唐揚げがめっちゃ大きくて、もう子供らが今もうむしゃむしゃ食べてます。美味しい美味しい、むしゃむしゃめっちゃ笑顔で食べてます。ローストビーフのサンドイッチ、嫁が食べますが、嫁化粧しないということでちょっとカットで。その裏事情言わない。めっちゃ柔らかい。あ、そうなんや。子供らも食べたい食べたい言うてる。ソースも美味しいね。あ、そうなんや、うん。パンもなんかうまそうやな、うん。なんか食パンやと思ってたけど、食パンじゃないわこれ。なんやろね。なんかフォカッチャみたいなパン。あ、ええー、な。わからん、違うかな。肉だけじゃなくて次サーモンもありますから。これチーズ。あ、それチーズなんや。へ、うん、おい
美味しい。うまそうやな。うまチーズのソースみたいな感じやな、これ。チーズのソースが美味しい。じゃあとりあえず食べていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。美味しいしリーズナブルっていうね、もう最高で、大和高田市にある、まあ、伝五郎さんなんですけども、居酒屋としてね楽しむのもいいですし、テイクアウトもしてもらえたらと思います。でテイクアウトね、電話受付10時から21時の間に電話で受付できる形になってますので、電話していただいて、で行っていただければと思います。本日もご視聴ありがとうございます。また次回お会いしましょう。食べてこなもんティーブの中でした。バーン。この動画が良かったと思う方は高評価、今後も見たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。